今回のテーマはバックハンドボレーについて話していきたいと思います。順次加速することなくパワーを伝えやすい、結構簡単と思うよ。おお、うん、大丈夫ですマイドおきに T スタイル26テニスクラブの竹志コーチです。中原です。 T スタイル26テニスラジオを始めます。この動画は音声のみで、動画を映してます。それではまず自己紹介をします。 T スタイル26テニスクラブは福岡県東区で名島、福津、ガンドスの3校のテニススクールを運営しており、ジュニア、大人、シニアの3世代の方々のテニス上達のサポートをさせてもらってます。レッスンはグループレッスン、プライベートレッスン、イベントは試合運営、テニス普及活動イベント、ショップはテニスラケットやシューズなどの道具を販売、ストリング張り替えも行っています。 SNS は YouTube をはじめ Instagram、Facebook、TikTok を行ってますので、ぜひ検索してみてください。はい、今回のテーマはバックハンドボレーについて話していきたいと思います。バックハンドボレーはね、片手と両手ね、どちらもあって、まあ、結構なんですかね、ちょっと難しい部類のショットになりがちですかね。どうなん？どうですかね。なんかね、フォアボレーよりもなんか苦手な方が多いイメージなんですけど。そうかね。はあ。フォアのスライスよりバックのスライスの方が簡単じゃない？ああ、当て方としてはですね。うん。なんか。バックハンドボレー結構簡単と思うけどな。ああ、そうなんですね。うん。タイミングも、前方にあるしね。うんうん、右利きの方。フォアの方がちょっとこう、引き込むような感じになるやん。うん。だからタイミング、こう、体開いちゃったりして難しいやろ。うん。バックハンドボレーってこう、前の方で肘も手首も決まりやすいから。うん、うん。で、結構引いても間に合うし。うん。結構簡単と思うよ。おぉ。うん。大丈夫です。簡単簡単。その当て方がね、こうノーバウンドで、相手のコートに打つショットなので、まあ右利きの方だったら、左足軸足からスタートして、ボールが飛ん左側に飛んできたら、手の甲側で当てに行きますけど、まあちょうど打点が、まあ右肩右手、うん、うん。ぐらいですよね。だからちょっとこう、打点は、フォアボレーよりもちょっとこう前になって、当てるような形。うん。まあ、フォアで前で打つ場合もあるけどね。うん。で、両手と片手だったら、まあ、片手のボレーだったら、左手を、こう、ラケットのスロート部分に、ラケットのスロットの部分、ラケットのスロート部分を持っておいて、うん、打つ前に離していく。それまでちょっとこう左手でこうラケットを、安定させてあげると、うん、まあ、片手バックボレーは打ちやすいかなと。うん、持ってる間にね、こう上半身の重みをぐーっと当てるという、うん、倒していくと、うん、ボールがに重みがこう乗りやすい、ね。ああ、そうですね、うん。両手バックボレーの方は、これはまあ左手の感覚ですかね。面はね。面はそうですよね。うん。で、スイングはまあ。まあ、面はどっちでもいいんだよ。うん、両手で持てば、左手の手のひらも、右手の手の甲も、うん、おそらくスライスで、うん、同じ角度で面はできてると思うから、うん、どっちでもいいんだよ、うん。左手意識でも。まあ、左手意識の方が、でもこう、面が開きやすいから、うんうん、いいよね。うんうん、まあ、肘がぐっと伸びないように、はいはい、肘、手首、ラケットの面、まあ、左手の面か右手の甲の面かが一貫性のあるこうコンパクトなスイングでね、うん、上半身の重みをこうボールにこう乗せていければいいよね、うんうんうん、あとはまあこう正面にこうボールが飛んできたとき、自分の体のうん。時にちょっとこうバックハンドボレーを使ってあげるのは、うん、まあ結構、フォアよりかはちょっと打ち返しやすいかなと。そうね。真下に行かなくていいからね。はあ、打点が、うん。ボールの右側に行ってもいいんだよね。
ああ、そうですね。スイングがこう、右に行ってもいいから。うんうんうん。ボールの後ろ捉えればまっすぐ飛ぶ。うん。フォアハンドボレーだとちょっとこう、ね、まあ、引き込めるんですけど、ちょっと面が下向きやすいですよね。こう。フォア？どうですか？正面に来た。あ、上か。逆に上向くのか。ああ、正面に来た時ね。はい。ああ。ちょっとこう、コントロールが難しいです。面の向きの作り方が。まあそうね。うん、後ろの肩になるしね。うん。だからバックがいいよね。うん。ですね。正面はね。うんうんうん。だからこう、体の真ん中でフォアバックをこう、分けるよりは、うん、ちょっと右足とか、はい、右胸とか、うんうん、で、こう、フォアとバック分ける方がいいよね。うん、そうです、ね。うん。右肩、右胸より、右足より右がフォアハンドで、うんうんうん、で、右足、右胸、右肩より左にボールが飛んできて、まあ、正面に近かったらバックボレー。うん。ああ、そうですね。とかね。はいはいはい。まあそこ微妙にずらしてもいいんで。ああ。なるほど。そうですね、ボレー。バックボレー。まあそうですね、なんか、よくミスしてるときは、右足でタイミング取ってる方が結構多いかなっていうのはあるんですよ。こう、スプリットステップ入れて、うん、最初左足に重心が乗って、まあ、左足にというか、左側にこう全身のローテーションでこう左側に重心を持って、はい、まあ、持っていくとか、ユニットターンですね。はい、うん、でそれがちょっと少ないとか、うんうんうん、その時間が少ないと結構右足に先にこう、うん、バッと前に入ってしまうと、うんうん、まあミスは結構多いかな、うん、だからレッスンの時に体重移動とか上半身の重みが乗らないからね、あ、そうですね、早く移動 しすぎちゃう、はあ、結構そこはちょっとレッスンの時に、まあ、ワンポイントとしては話したりはしますね、うん、そのためとね、ため、うん、ためと、まあスイングの前のこう体の重みをこう使ってスイングをし始めるっていうね、うんうん、まあ、その余裕ってもうほんと 0.1 秒か 0.2 秒ぐらいだろうけど、うん、そっからスムーズにスイングにつなげていくとか、うん、こうね、ラケットヘッドの加速とか腕のスイングではなくて、うん、体の重みからのスイングでこうボールを弾くっていう感覚は練習が必要ですね。うん、そうですね、うん。言葉でピンとくるってなかなか難しいですよ。そうね。だからよくやるのは手出しでね、うん、ラケット置いといてもらって、うんうん、スイングコンパクトにこうちょっとね、斜め上から斜め下に落としてもらいながら、うんうん、こうね、ボールを弾く感覚。うんうんうん、とか体の重みを乗せる感覚っていうのは、うんうん、ちょっと手出しでやったりするけど、うん、だからそれ分かってきたら、うんうん、弾くポイントが分かってくるから、そうね、やっぱ打点を結構やっぱ最初分かりづらいですよね、バックハンドボレーの打点って ね、なあ、僕の感覚だと前習いする感覚なんですよ。前習いするじゃないですか。前習いをするじゃないですか。それを、横に向く。前習いしよった。僕は前習いするときは、手を腰にずっと当ててました。腕伸ばせなかったです。小学生のとき？はい。1年生のとき？いや、もう小学校のときずっとっすよ。いいじゃん。一番先頭ってことやろ？そうっすね。ずっと先頭でしたね。ほんと伸びんかったな、いや、ちょっと憧れですよね。こう後ろにいる人って。すげえな。2番目から。多いね。憧れの人。そうなんです、うん、だから僕は身長を伸ばすために牛乳めっちゃ飲んでたんですよ。うん、あれ逆効果でしたね。うん、今思えば。骨が太くなった、ね。骨太くなってごつくなりました。いいや、よかったよ。そうですね。いいよ、いいよ。ね、悪いことなんかない。で、まあまあ、そのバックボレー、こう。まあ、まあ、こう前な、前習い、腕伸ばして、うん、ちょっと体を横に向けますよね。うん、左側か、うんうん。で、この前習いしてるこの手の、うん、間の中で打ってるイメージです。感覚は。これよりも
前習いの手のこの感覚、だから肩幅か、うんうん。肩幅よりも外側で打つと、確かに。やっぱミスは出るな、うん。ただ肘を伸ばしちゃダメだよ。そうですね。肘は伸ばさないですね。うん、はい、肘とグリップとラケットの面は、上半身の体幹と全身のローテーションでこうスイングする。あ、ね、そうですね。うん、まあ、そんな感じね。そんな感じですね。はい。まあ、ちょっとあの動画、あのバックボレーの動画流してますんで、ちょっと見てもらえたらと思います。今流れてるんだよね。はい、流れてる。たけしのもある？ちょっと見つけます、動画。はい、じゃあ、チェックリストいきますか？そうですね。はい。ちょっと前置き長くなった。そうですね。はい。ちょっと熱く喋っちゃった。はい。じゃあ、あの、この辺で、あの、ラジオは終わりたいと思います。終わるん？え？チェックリストいかん？あ、そうか、チェックリストが、そうか、これ終わって、そう。ああ、間違えた、間違えた。すみません。ただ雑談しただけ。じゃあ、バックボレーのチェックリストから。うん。はい。ここが、ここ大事ですね。ここ大事ですね。終わろうとして。みんなびっくりしちゃったよ。ええー、みたいな。びっくりしてるぐらい期待してくれたら嬉しい、ね。嬉しいですね。はい。何回みたいな。もう 10分ぐらい経ってるし。長いから話が。すみません。まあまあ、チェックリストいきますか。はい。はい。まあ、手短に。はい。はい、まあ、バックハンドボレーもチェックリストがあって、はい、大きく分けて6個。うん、コーチたちは、これは共通で、まあ、みんなのレッスンでも、見ていますということね。うんうん、まず1が、足の動力から全身のローテーションで運動連鎖で打てているかどうか。うん、で、2が、まあ、さっきの1のちょっと補足すると、うん、さっきの足の動力はね、たけしコーチもさっき言ってくれてたけど、こう、手でこう引いて、手で打たない。うん、で、まあ、前習えがちょっと出たけどね、うん、前習えの肩幅の、まあ、近いところで全身のローテーションで当てたいということでしょ。うん、だから、まあ、それが、肩幅よりも、こう、腕が大きく前に、こう、出ていっちゃったりとか、うん、こう、しないようにね。うん、だから、運動連鎖で打てているかどうかっていうことね。うん、はい、で、2番目が、高い一貫性を持った打点。うん、で、これも、まあ、さっきの共通するけど、こう、手が離れすぎないってことね。肩。うん、まあ、上半身の体幹部分と、肩、肘、グリップ、うん、ラケットの面っていうのが、できるだけこう、離れないように、うんうんうん、同じように一貫性を持って、スイングして、打点が、まあ、いつも同じようなところで当てているかどうか、うん、当たっているかどうかっていうことね。うん、で、3番目が、自分の考える打球方向に、思い通りの速度、回転、まあ、これスライスだよね、うん。スライスで打てているかどうか。うん、では、これも様々な場所からね、うん。だから、ボレーだったらゾーン3からちょっと前。うん、ゾーン2から前進するときの、まあ、アプローチだったり、まあ、そこからローボレーだったり、うん、ネットに近づきながら、まあ、いろんな場所から、うん、思い通りに打ててるかどうか、うん、で4つ目がラケットヘッドを順次加速することなくボールにパワーを伝えることができているか、うん、だからこれは、まあ、さっきの上半身の重みだよね、うん、上半身の重みをこう、ね、最初のスイングのスタートで、もう手だけでこう引っ張ったり、こう強く振ったりすると、うん、やっぱりさっきの打点も崩れちゃったり、うん、スイングも崩れちゃったり、重みが一定に伝わらなかったりするから、うん、最初はやっぱり、ユニットターン、全身のローテーションでユニットターンした時に、そのスイングの面がある程度一貫性がある準備ができていて、うん、で、左足から、まあ、右足ぐーっと、こう、上半身が、こう、倒れていきながらというか、こう、重みを乗せていきながら、スイングをスタートする。うん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 、と、順次加速することなく、パワーを伝えやすいと思うんだよね。うんうん、だから、そういうところが、まあ、自然に、ナチュラルにできてるかどうか。うんうん、と、まあ、5番目。様々な高さのボールに対してラケットの面を作ることができている。うんうん、で、まあ、これはバックハンドスライスもフォアハンドスライスもスライスに共通することだけど、うん、腰より下の打点の方が安定するんだよね。うん、それはこう、斜め上から落としていくからね。はいはい、上半身の重みは乗りやすいよね。うんうん、ただ、
ミドルボレー、腰あたりとか胸あたりだったり、うん、肩とか目線とか、それ以上頭の上だったりっていう時に、うん、やっぱり全身のローテーションと、まあ、肘、手首、ラケットヘッド、まあ、ラケット面っていうのを、こう、ユニットターンしながら、ボールに向かって肘グリップをロッキングポジションにこう、持っていけるかと思います。うん、で、高い打点ほどやっぱ重みは乗りづらいから、うん、やっぱりねじり戻しで、ユニットターンから、高い打点でもグリップを、まあ、高い位置に上げながら、うん、こうスライスができるようになったらいいね。うん、であとはまあ走らされた時、うん、6番目、はい、走らされたり動かされた時に走りながら打つ際に安定してるかどうか、うん、でこれはユニットターンがまあある程度自然にできてきたら、まあユニットターンスイングのセットをしながら安定して走れるようになってくると思うから、うんうん、まあさっきのユニットターンとかコンパクトなもので、肩、肘、手、まあグリップ、エンド、ラケットの面っていうのをこう、ある程度準備しながら走っていって、安定できるといいよね。うん、そうですね。うん。まあこの6個ですね。はい。を、まあ、チェックしてやっていけたらと。うん、まあでも、項目6個か。大きくね。うん、大きくね。うん。その中でみんな違う、やっぱり、いいところだったり、うん、まあ、ちょっとできてないところだったり、まだできてないところだったりあると思うけど、うん、できてるところを探してもらったら、いいし、うん、コーチたちも見つけてくれたらいいね。うん、うん、そうですね。うん。はい、ということで、まあ、ちょっとこの6つの、まあ、チェック項目、をちょっとこう意識してやってもらえたらなと思います。はい。では、一旦このラジオはバンドの方に移りたいと思いますので、皆さん、じゃあこの動画のチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、テニスっていいですね。さよなら、さよなら、さよなら。最高、ありがとうございます。